誰じゃおまんは。何を勝手に入ってきちょる。お、どうしておまんがここにおるがじゃ。ほう、そりゃ奇遇じゃのう。ここへ来たのも何かの縁じゃ。ちっくと話を聞いていくぜよ。今岡大蔵はわしと同じ土佐のもんでの、悪党を切るため助太刀を頼まれたんじゃ。なんとの状況は分かったけんど、おい龍馬さん、こいつを信用して大丈夫かい。もちろんじゃ。横浜に来るとき世話になっての、腕も人柄もわしが受けようぜよ。おまんがそう言うんなら信じるかの。おいたら話せよ。前に飯屋に行ったとき、悪党が来とることを耳に挟んでの、保土ヶ谷に泊まってお忍びで三代崎遊郭へ行っちょるらしい。なら奴が宿へ帰るところを襲えばええ。お忍びな分護衛が減るき、必ずやれる。偉人に媚びを売って私腹を肥やすような悪党を許せるかね。わしはもうやるち決めたんじゃ。頃合いを見て決行じゃ。闇夜に紛れるのが一番ぜよ。ありがたい、抜かりのを頼む。歩いていくぜよ。馬を使ったら感づかれるき。伊蔵はわしと同じ土佐の豪士での、腕は確かで何よりまっすぐな男でよ。この件は伊蔵が思いついたんじゃ。日本を変えるためには今わしらにできることをするしかないき。豪士運は昔土佐を治めちょった殿様の家来の子孫じゃ。新しく来た山内の殿様は代々豪士を軽んじての、わしら豪士が国元におっても一生子役人で終わる。でっかい夢があってもどうにもならんちゅうわけじゃ。しかも龍馬さんの家と違うてうちは貧しくての、世の中を変えるにはこんやり方しかなかったがじゃ。着いたぜよ。この辺に潜んで奴を待ち伏せするぜ。あんた高台はどうじゃ。あいつかい。伊蔵の言うた通り来よったの。人と良い関係を築かねば、国同士の交渉も。黙りや。腐ればかりだ武士らしゅう。少しでも切るようと死ねたことを感謝せ。今の幕府のやり方を捨ておけんのは事実じゃ。同じ志の者は大勢おる。おいおい紹介するき。長居は無用じゃ。早くこの場を離れるぜよ。